それではと、記者、40代、独身女も何か試してみたくなった。折しも下半身系に働きかけるものもあるのではという疑問が湧いていたところ、クワエ氏が出してくれたのは、カツアーバというアマゾン川流域に生息するコカの木の幹の薬種。ブラジルでは古くから絶大な効果を発揮するとのことで、早速、ジンジャーエールで割ったものをぐびり、見た目はやや濃いめの茶色といった体である。一口目を食いつといくと、えぐみもなくさらっとした飲み口で、5分ほどでグラスを開けてしまった。女性がこれを飲まれると、あからさまに男性へのボディタッチが増えるんです。今日が初めてのデートだろうなぁというようなカップルのお客さんに飲んでもらったら、見事に女性の方からノリノリで男性を引きずるように仲良くお帰りになりました。つへえつと聞きながら、さて5分後。なんというか、体の中心からざわざわとした感覚が上がってくる。つ、一方、取材に同行した担当デスク、50代男は、頭頂部の寂しげな状況を、クワエ氏に訴えると、ハツケ、若返りに貢献するという、パフィアなる、うっすらと黄色い薬種が出てきた。ソーダで割っているせいもあってか、酒というよりジュースに近い、これを飲み続ければふさふさに、とにやついている。つ、担当デスクは続けて、ここ何年も高い尿酸値を保ち、いた風邪発症の恐怖に怯えていることも訴えると、先に紹介した、ニワトコが登場。今度はロックで飲んでみる。感想を聞くと、ほとんど薬臭い味がしない、蒸留酒そのものといった感じだという、つ。さて、記者の2杯目は模様院に追い打ちをかけるべく、男性の ED にも即効性があるという強制酒、海馬、タツノオトシゴをロックで。こちらはほんの少し、さっきイカの風味がした、つ。そして10分後、先ほどのざわざわ感はさらに増して、耳から脳にかけてほわんと暖かく、下半身がじんわりと甘いしびれを帯びてきた。体が何かを欲している気がする。このところ感じなかった潤いが蘇りそうな予感。妄想が膨らみ始めたところで、クワエ氏の言葉で我に返った。つ、適度なお酒は食欲を増進させて、体を温めます。酒を飲んで病気を治すという考えで薬酒を飲む習慣をつければ、免疫力が高まって自然と羊病を防ぐことになり、体の内部から健康になっていく。日々の生活の中で苦労なく楽しみながら体質改善をしていき、心身ともにハッピーになれますよ。つ婚活もいいけど、まずは薬酒活で体を整えることが、健康ハッピーへの近道。自宅でいろいろ作ってみよう。